でですね、マイナンバーカードとインボイスの目的は最終的に銀行との紐付けによってさらに国民のお金を絞り取ろうという目的なのでしょうか。またその指示をしているのはどこなのでしょうか。日本じゃないような気がします。阻止する方法はありますでしょうか。という内容ですね。正直なこと言うと、マイナンバーってそんなに大変なの？っていうことです。正直なこと言ってね。今、マイナンバーに反対してる人たちはどういう人たちかというと、通称を使う人なんですよ。要は、本名と通称っていうのが別にあって、まあ、日本人じゃない場合に日本語の名前を使えるとか。だから、使い分けてるんですね。で、保険証とかそういったものっていうのは、その通称でしちゃって構わないんですよ。本名を明かす必要はないのね。極端なこと言うと。そうなっていったときに、本名を明かす必要はない。で、顔写真もない。だから、オレオレ詐欺とか振り込み詐欺をやるときに、一番使われるのは、健康保険証でしょ。要は顔写真も何もいらないから、健康保険証さえあれば作れますよね。口座でも何でも。で、登録とかいろんなものはできている。それを考えていったときに、要はマイナンバーカードで顔写真っていうものが出てきて、戸籍なんかと紐付けされるっていうことになっていくと、要は脱税とか、ごまかしというのが非常にできにくくなるんですよ。それを考えたときにマイナンバーカードってそんなに皆さんが言うほど問題なのかな。だって銀行を止める気だったらいくらでもできるし、ねえ、今の岸田内閣がバカなことは言い始めたでしょ。要は貯蓄に対して税金を取る。貯蓄に対して税金を取るのは銀行に言えば取れちゃうんですよ。個人から納めさせる必要性はないのね。で、今現在全部紐付けられてるから、差し押さえて、国民年金とか、そういうのを払わないと、ねえ、払うべき人っていうことで差し押さえ平気でやりますかね、今の国って。っていうことはもう、そこで紐付けられてるんですよ。そうですよね。マイナンバーカードがダメだっていう人だったら、戸籍を持ってちゃいけないのね。だって戸籍、謄本でも何でもそうだけど、そこは機械で管理されていて、今あれでしょ？コンビニでもそれ、引き出せますよね。マイナンバーカードがあれば。住民票でも。単純なこと言うと、それはなぜかって言ったときに、要は国とか、その市とか、それが戸籍を管理してるからでしょ。で、これは当然それができるということは番号管理されてるってことですよ。だから、市町村が、要は管理してるのは安全で、それが、個人が、それが引き出せるようになったら危険なのかっていう問題なんですよ。このマイナンバーカードって。それを考えたときに、どこまで危険なのかどうかっていうのは、その個人の判断だから分かりませんけど、ただ、言ってるほど危険じゃなくて、今反対してる人たちっていうのは、悪い言い方すると脱税とか、不法行為をやるために、単純なことを言えば、そのマイナンバーカードを阻止したいっていう。要するに自分が誰であるかをごまかせたことができる状態を作りたいというだけですよね。で、いろいろ反対してるのに通称が使えなくなる。通称が使えなくなって何が困るんですか？マイナンバーカードの中に通称って入れられるんですよ。だから何が困るんですかっていうことになっていっちゃう。要は困ることの原因というのが全部不法行為をやるためのものとしか思えないものが多すぎるということです。だからマイナンバーカード自体っていうものをどういうふうに捉えるかっていうのは各個人だし、そういう全部見られるのが嫌だから。でも、それは戸籍があれば全部見られちゃうんですよ。それを管理してるところでやれば。だから変な言い方だけど、市役所とか、そういったところの戸籍のところに、
コンピューター管理じゃないけど全部されてるわけだから、そこにハッキングされれば全部持っていかれるのね。別にマイナンバーカードを持ってるかどうか、そういうシステムを作るかどうかっていうのは全然関係なく、その状態が起きるんですよ。だからそういうことを考えていったときに、本当のところマイナンバーカードってそこまで言うほどの危険性があって装置しなくちゃいけないものかどうかっていうことです。ちなみに口座とリンクさせようとさせまいと、ね、岸田内閣が今度貯蓄に対して税金を取りますよって言ってるんだから、ね、そういうことを平気で言い始めたわけですよ。で、どうやって貯蓄に税金をかけることを正当化するか、これ二重課税ですからね。それをするかっていう問題はあるけど、それができるっていうことは、できないことは言わないからね。それはマイナンバーカードには関係なくなります。だから、そういった意味では、本当の意味でマイナンバーカードってなぜ反対されているのか。じゃあマイナンバーカードが運用されたときにどういう問題があるのか。逆にどういう利点があるのか。それで今言っている通り、余分にお金を持っていかれるようになるのか。そういったことをもう少し冷静に考えられた方がいいかなっていうふうには思います。うん、だから、阻止するっていうのは別に阻止したいんであれば、阻止するような運動っていうのは決して間違いじゃないでしょう。ただ、それを阻止しなくちゃいけないっていうほどの重要性を正直言うとあまり感じてないっていうのが正直なところです。まあそうですね。イスラエルなんかはもう全員国民番号が振られていて、もうまあそこはもう徹底的な管理国家なので、うん、怪しい人物っていうのはね、誰一人いないようにね、徹底化されているっていう点では、まあ、ある意味確かに安全なんですよね。その、まあ、管理社会がいいかどうかっていうよりは、うん、別の視点から見た場合には本当、安全といえば安全なんですよね。でもまあもちろんそれだけ徹底管理されているので、まあ、それが気持ちよくない人も多いと思いますし、でまあ、張さんがおっしゃるように、別にマイナンバーがね、なくてももうすでに日本もすべて個人情報なんて実際あってないようなもので、調べようと思ったら全部調べ上げられているし、実際ね、誰がどこにどんな資産を持ってるかなんかも全部もう、まあ、調べ上げられて、当然ながら全部分かっているので、ゴールドとかね、そういうものでさえも全部、もう、誰が所有してどうなってるかっていうのは分かってる状況なので、まあ、今更っちゃ今更なんでね、そんなにまあ気にしなくてもいいんじゃないかなっていうふうに、個人的には思ってますね。